なんかこれさ、よくこうなんだろう、なんかテレビとかでさこういうのなんかよく見るんですけど、つけたのは初めて。肉球やばい。そうなんかさ、昔なんかこういうさ猫のさ手をつけたあのなんかアイドルグループいなかったですだっけ。ちょっとあのなんか韓国のグループかな、なんかこういうさ猫の手つけた、なんかちょっと記憶にあるんですけど、それみたいな感じじゃない？そうめっちゃでかい。これ本当にあの冬にいいかもしれない。あの手袋、これ手袋としてあの冬にめっちゃあったかいですよ本当に。分厚いからほんめちゃめちゃ。そうそう、あの鍋つかみとかね、あの意外とあの使いどころがありそうですねこれ。めっちゃあったかい。これ本当にスマホは絶対いじれないと思います。これめっちゃ分厚いの本当に。これ足とかもさ頑張ればいい、てか足も普通にいけるサイズなんですよねこれ。てか冬とかあの足すごい冷たくなるからこれ履いたらいいかもしれない。だったら普通にスリッパ履いた方がいいか。いやでもなんか意外とこう使い道ありそうだなって思っていいかもしれない。にゃん、いいでしょこれ。こんばんは、クマの手。肉球はうん、なんか普通のなんかやつ、普通のこれはやつです。別にプニプニは別しないやつです。鈴木強化計画見ましたか？さっき投稿したんですけど、昨日撮ったんですけど、あれちょっと間に合わなくて今日やったんですけど、あれどうだった？なんか私自分であれ見てても結構さちょっとじわったんで、なんかだんだんジャージャー来て、なんじゃこりゃーってなってました。どうでした？あの自分的にはさ、あの天下統一が結構お気に入りですね。そう、なんかちょっと本当に将軍みたいな感じのなんか顔つき。なんですけど結構いろんなパターン撮って、そう今日どれがいいかな、そのいろんなパターン撮った中で一番適してるやつをこう選んでそうやったんですけど、あのこれ以外にもいろいろ撮ったんですよ。そうあとなんかあのそうあのゴリ夢中とか大器晩成とかも撮ったんですけど、そう難しくてちょっとうんこれはちょっとなーって思って、結局6個ぐらいだったかなにしました。そうちょっとあれ結構何回も見たら結構じわじわ来ると思うんで、たくさん見てあの見てください。拡散をお願いします。あのシリーズもなどんなテーマってそう思うけど、でもなんか面白いなって思って、面白かったです。ちゃんとね四字熟語の意味もちゃんと調べて、そうそれにちゃんと当てはまるようにしてあのはいしました。
ことわざ。あーなるほどね。ことわざ私わかんないんだよね、全然わかんない。ことわざ、ことわざってさ勉強しないじゃん学校で。だからね、ことわざと なんかわかんない、その何がことわざなのか。犬も歩けば棒に当たるがことわざってことは知ってる。だけどそれ以外のことわざがどんな、あの何がことわざなのかっていうのがわからない。でもまあ普通に皆さんにまた昨日みたいにあの募集したらいけます。こんばんは。ことわざ、あ、危ない危ない。ことわざ慣用句の違いかな、私もわかんない。慣用句って何、難しいよね。まあまたちょっとやりたいですね、あれは。結構面白い、面白かった。難しかったけど結構面白かったんで。くるあいさん、はじめまして。はじめまして、こんばんは。ありがとうございました、お話し会昨日と今日と。そう、昨日がまあ夜ぐらいからで、今日がまあ朝午前中だったんですけど、そう、私結構ね本当に午前の一番最初が最後のもう夜の時間帯かっていうのが結構分かれてるんで、そう、あの朝の午前中の時間帯っていうのが私めっちゃ本当圧倒的に少なくて、今日はまあ午前中で、やっぱ午前しか参加できないって方も結構いるんですね意外と。そうだから、嬉しかったですね、今日来てくれた、来てくれて。今日格好に触れないままでごめんなさい。いや全然、あの触れなければ触れないで、ずっと触れなかったら全然大丈夫だったんですけど、なんか普通に最初お話ししてて途中でなんか猫だねみたいな言われたらめっちゃ恥ずかしい状況になった。そう、あのもう何も触れないんだったら最後まで何も触れずにいてくれたら全然大丈夫だったんですけど、なんか途中で急になんか、あなんか猫だねみたいな、ちょっとそう言われたらなんか、あそうなんですよねみたいな、それはちょっとなんか恥ずかしかったですね。最初か言わない、最後まで最初に「お猫だ」って言うか、そう最後まで何も言わないのどちらか、あその2つは OK だった。そうでもそんな別に恥ずかしくなかったんですけど、途中で「猫だ」言われるのは恥ずかしい。そう今日のテーマは「黒猫ちゃん」です。黒猫ちゃんなの。だから本当はこの黒のこれね、このパーカー自体がなんかスポーツ、いやスポーツ用のパーカーっていうのかな、こうなんかこういうやつで、本当はこのパーカーじゃなくてもう一個黒の普通のパーカー持ってるんですけど、そうそっちを着る予定だったんですけど、そうあの洗っちゃってて、やばいって思って、そうで私もうないと思ってて、黒のパーカーが、うわどうしようと思って、黒の服 ないじゃんってなって、そうそしたら、あ
そうだってこれはまあ割と最、まあ、最近ってほどでもないけど、まあ、買ったやつで存在忘れてて、あクマのパーカーこれでいいやってなって、あんま分かんないか上だけだと。だからよかったです。ハロウィンの時も猫やったか。でもこれそれとはまだ違うやつですよ。これ最近届いたやつな。これ全部セットで、セットだとこれとこれとこれ。私このチョーカーついてるの知らなくて、猫耳とこれだけかと思ってたから、あすごいチョーカーついてるやんってなって、このチョーカーがあるだけでさ、ないのとさほらあるのじゃ全然なんか猫感がさらにこれ追加される。いいですね。猫。これリボン普通に反対につけてました。多分今日のお話し会。この輪っかがある方が上だったよね。上なんだけど、まあ別に分かんなかったと思うけどね。こんばんは。ヒゲついてなかった。ヒゲついてなかったよ。あーヒゲね、あのヒゲ今すごいさ、このヒゲをちょっと想像したんだけど、普通に猫違うか、これじゃない、普通にピッピッピッってやつか。こんばんは、こんばんは。今日は日曜日ですよね。結構首が苦しい。結構今普通に締め付けられてて、結構きつい。呼吸10段階ぐらいだったら多分今3段階ぐらい締め付けられてる。でもね、結構ギュッてしないと結構ザラーンってなっちゃうから、まあ大丈夫です。こんばんは。ひねくれた性格の猫に見えるって言われたんだけど、どういうこと？ひねくれてる見える？嫌なんだけど、ひねくれてないよ。ひねくれた性格の猫ってどんな猫？ピエン、ひねくれてないよ。ひねくれた猫って何？シャー怖そうですか？怖そう？そんなことないですよ。猫飼いたいですか？猫はちょっと怖いですね。なんか
猫は昔小さい頃に、幼稚園ぐらいの頃にお友達の家にいたら猫がいて、その猫がめちゃめちゃなんか飛び回る猫で、すごい怖かった、怖かったですよね。そう、それでちょっと苦手だった。めっちゃもうさ、いろんなところに、もう天井のなんかところらへんに、タンスのめっちゃ天井に近い、めっちゃぴょん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 飛び回ってる猫で、ちょっと怖かったんですよね、その友達の家に行くのが。ツンデレ、ツンデレ猫、ツンデレ、まあ猫って確かにツンデレなのかな、私はあんま分かんないけど。こんばんは、ツンデレ猫。皆さんってツンデレが好きなんですか？皆さんってツンデレが好き？どっちが好きですか？ツンデレ、ツンデレが好きか、もうめちゃめちゃもう甘々が好きかデレデレ、デレ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 、ツンデレ、チャララ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 。あ、デレデレが好きな人が多い。そうなんだね。意外かもしれない。デレデレが好きなんですね、皆さん。こんばんは。なんか皆さんってすごいツンデレな感じが好きなイメージだったんで、結構びっくりです。びっくりです。なるほどね。なるほど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 。ツンされるとへこみます。そうなの？へこんじゃうんだ。
アイスコーヒーに砂糖と練乳これでもかってくらい入れてほしいタイプっす。タイプっす。練乳、砂糖に練乳まで入れるってさ、相当すごいよ。なんかすごいさ、痒くなってきたんだけど首がめっちゃ痒くなってきた。私は私ね、結構ね苦いのが好きなんですよ。あ、猫アレルギーになってきたかも。猫アレルギー、私は結構苦いのが好きかな。あ、これなんかさ、コナンみたいじゃないね。変声期なんかコナンこんなことした。苦いのが好き。ブラック飲めるの？だって。あ、飲めると思いますよ。でもブラックを飲むっていうことはないんですけど、なんかコーヒーとかは苦いやつが好きですねなんか甘いやつはあんまり好きじゃないなんか昔は結構甘いやつが好きだったんですけど、多分大人になったんだね、きっときっと大人になったんです。そう、苦味がすごい好きになったのかもしれない。なんだ、コンビニとかでもなんか砂糖とか入ってない感じのやつとかにします。あ、チョコはもう甘い方が好き。チョコはめっちゃ甘いのがいいな。味覚が変わっても、確かになんかね、ほんと味覚って変わる気がする。なんか今まで別にそんな美味しいっていうか、まあそんな好きっていうのを感じたことなかったもんとかも、あ、なんか好きかもみたいな、美味しいなーって思ったりとかするんで、最近好きになったもの、なんだろう、最近好きになったもの、あ、なんか ありそうだけど、あ、玉ねぎ、生の玉ねぎ生玉ねぎです。炒めたりしない生のやつが好きです。コンビニとかに玉ねぎのカットの
サラダとかが売ってて、あの結構それにハマってます。あの袋に入ってるやつなんですけど、そう、あと私の最近の流行り、あの鰹節、鰹節です。あのね、そろそろ鰹節を持ち歩こうかなって思うぐらい鰹節にハマってる。鰹節の可能性をあの見つけた。そう、その玉ねぎにも鰹節かけるし、え、猫？あ、猫だ、確かに鰹じゃん。猫、あれ？猫って鰹？猫だけに？そう、猫です。ここから5分間でいいので語尾ににゃんをつけてコメント対応あ、いいですよ。じゃあこれから5分間 ぐらいにゃんつけて話します。結構かつお節は何でもかけたらもう美味しくなるにゃんよにゃんよそれに最近あの気づいたにゃん気づいたにゃん。そう、気づいたにゃん。だからそう、あとはあ、納豆に入れたりとか、あと、ま、結構な、意外と何にでも入れたら美味しいにゃん。最近それに気づいたにゃん。いや、そうにゃん、そうにゃん、そうにゃん。そうにゃん、そうにゃん。って感じかにゃん。皆さんのマイフェイバリットは何ですにゃん。皆さんの今のマイフェイバリットフード何ですにゃん。昆布の佃煮。へー、美味しそうにゃん。アメリカンドッグにゃん、アメリカンドッグにゃん、最高にゃん。え、ミルク&オレンジジュース、何それ、ミルク&オレンジジュース、めちゃめちゃまずそうにゃん。どんなジュースですかにゃんあれかなにゃん、別々っていうことですかにゃんねー
オートミール、あ、私もあるにゃん、オートミール。うん、みかんの缶詰凍らせて、え、おいしそうにゃん。交互に飲んだり混ぜたり楽しんで、え、美味しいのそれ、にゃーねーにゃーねーにゃ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 ー。あー、まあでもそうか、みかんの牛乳のやつあるもんね、寒天みたいな。もう5分経ったか、やめよう。いいね。今度やってみようかな、みかんと牛乳。なんかスムージーとか、なんかそう、ヨーグルトとかな、美味しそうだけど、ヨーグルト風味みたいな。納豆にからしやタレは使わず、リンゴ酢を入れて混ぜる。意外とさっぱりしていていいにゃん。美味しそう。リンゴ酢ってなんだろう、リンゴの味するのかな、なんか健康そうだね。美味しそう。美味しそうにゃん。オイコスのレモン味、レモン味なんてあるんですか。一時期オイコスめっちゃハマってて、あの、私はもうプレーン味のオイコスめっちゃ好きだった。最近は全然食べてないですけど、ね、ヨーグルトってハマる時期あるよね。でもハマる時期を過ぎたらもう一生食べなくなる。こんばんは。にゃん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 。でもヨーグルトはね、健康にいいですからね。一生言い過ぎた、うん、言い過ぎた、言い過ぎました、ごめん。いやー、いいですね。一生のお願いも一生のお願いってさ、よく使うよね。でも私、一生のお願いってあんまり使わないかも。なんか一生のお願いってさ、なんか言う、なんだろう、なんか一生のお願いって言えない、言えないんですよね。一生のお願いって言ったら、なんかもうそれがさ、もう最後じゃんってなっちゃう。なんか言えない。一生のお願いって。そう、何回か行ったことあると思うけど、なんか軽々しくさ、一緒の願いってさ、なんか言えなくなっちゃった。こんばんは。
ラリアヨーグル、ああブルガリア、ブルガリアヨーグルトのさ、あのパックあるじゃないですか、あれのあの綺麗な表面が好き、めっちゃあれめっちゃ良くない？開けた時に綺麗なもう表面の感じがめっちゃ好き。あれそう、私あのホエーというものがちょっと苦手なんだよね。そう、あのもう本体が好きだから、あの汁みたいなやつちょっと苦手。でもあれが一番栄養あるみたいな聞いたことあるけど、あれちょっと苦手なんですよね。ケイちゃん、はじめまして、はじめまして、ありがとう。父安ヨーグルトめっちゃ、え、めっちゃ美味しいよね。私も初めて食べた時感動しました。父安ヨーグルトの蜂蜜味めっちゃ美味しい。なんか高校生の頃にあの先生があのお昼ご飯にヨーグルトのなんか大きいやつのパック1個食べてた。すごい、あの大きなパックを、そう、あのそのまま食べるっていう光景を初めて見て、そう、なお腹壊しそうじゃない？でもヨーグルトは美味しいですよね。ね。美味しい。今日は帰りに山賊行って、いいな。山賊ってめっちゃいいよね。私も結構行ったことあるんですよ、山賊。山口県にある山賊っていう、まあご飯食べるところなのかなあれって。なんかすごいね、ほんと山賊って感じのとこなんですけど、めっちゃ人が並んでて結構待つ感じのところ、結構昔から行ってました。意外と、あ、その串初めて見るかも。だってそう、あ、確か買ったんです、あのなくしちゃったから、使ってた白のやつ。そう、山の中にあって山賊、山賊のあの大きなお肉がめっちゃ有名なとこ、有名なんですけど、あのすごい大きいお肉があって、あと大きいおにぎりとなんかあとうどんとかめっちゃ有名なところなんですけど、え、本当にね、そう、山の中だよね。
本当自然の中にあるって感じで、でなんか本当なんかお祭りみたいな感じなんですよ、なんか見た目が。あれ何なんだろうね。あそう、山賊焼き、太鼓とかもあった気がする。 なんかお店とかもあって、そうすごいですよ、本当に美味しいところ。そう、多分全国いろんなとこからお客さんが来るから、めちゃめちゃあの人がいっぱい並んでる。でももう何年も行ってないです。でも昔はよく行ってました。何が美味しいの？え、お肉が美味しい。山口県民は最初のドライブコースで山賊行くらしい。ドライブコース？へえ。いや山口いいよね。山口行きたいな。行きたいな。福岡から来てたの。うん、あのなんかおばあちゃん家に行くときに、福岡から広島に、その時になんか行くみたいな感じでした。あ山口通るから。そう、そのついでにって感じで。ちゃんとして来たらいいね。確かにパセリとはね、今ちょっと約束してるとこがあって、まあちょっと行けてないんですけど、近々行く予定な、行く予定です。行く予定のところ。そうなの、嬉しい。で私ね、最近本当に思うんだよ、私めちゃめちゃインドアだから、本当にだからちょっとあのアウトドア系、アウトドア系というかアウトドアのメンバー、あのすごいな、すごいなっていうか、そう、いあのやっぱすごい、すごいなって思います。山賊おにぎり調べたけどめっちゃでかかった。あ、でしょ？そうでしょ？めっちゃ大きい、あれ顔ぐらいありますよ。山賊行くには車が必要。いや私ね、いや最近すごい私車の免許